さて、それでは今回は仮面ライダー集めというゲーム、スマホアプリをやっていきたいと思います。これ、ちょっとこの進行具合が、独特で、同時進行でこう画面を説明したりとかっていうのがちょっと難しいかなと思ったので、今回はスクショでたくさん撮っているので、ゆっくり見ていこうかなと思っております。で、ちょっと順序がもう後になってしまってるんですけども、これ仮面ライダーが上に登場してしまってるんですが、最初スタートした時に、このマップの中にサッカーボールを置いたり、野球のグローブを置いたりとかっていうことをします。あ、バットか。で、まあ遊び道具をこうポイントで買っておくと、そこに子供たちが集まってきます。これがまあスタートかなと思います。で、左下にライダーマっていうのを置いとくと、仮面ライダーが来てくれるということなんですけど、まあまずはアイテムをマップ上に置くと。で、子供たちが集まってくる。これもいつ集まってくるかがわからないんですね。ちょっとその辺が同時進行できなくて。で、毎回今立ち上げた時にこういった風に、雲男が出現とかいうような出てき方がします。なので、見てる最中に、画面を立ち上げてる最中にこう、ショッカーや雲男が出てくるわけではなくて、まあ、アプリを閉じて、久しぶりにつけたら勝手に進んでるっていうような感じかなと思います。で、こんな風に子供たちの道具をショッカーが取り上げて、こう子供が泣いているというような画面になります。これどうなんかな？僕ずっとつけっぱなしにしたことはないので、もしかしたら出現タイミングがあるのかもしれないけど、今のところはまあもう放置ですね。放置ゲーとして、アイテム置いといてしばらくしたら子供たち、でまたしばらくしたらショッカーっていうような流れです、今のところ。で、ライダーマン参上っていうことで、ライダーマンに反応して、ライダーが登場すると。で、これも仮面ライダー2号ですね。なんか、まあ、2つ置けば2人登場するのかな。結構ね、どんどん仮面ライダー登場します。で、こんな感じで、後ろの方を見てもらったら、こう、ライダーと怪人が戦ってる風な映像になります。こう手前もこんな感じで。こうその時に反応して、まあ、仮面ライダーが出てきてくれるというような、これもまた、まあ、ほっとくとこうなってるっていう感じなので、まあちょっとまだ分かってないですけど、ただとにかくイラストが面白いなっていう、このイラストでちょこちょこ動いてるんですけど、これもそうですね、いろんな、まあ、というかずっとこれが続いてるんですけども、面白いです。懐かしい仮面ライダーいっぱい見れるし、イラストがなんか癒されるし、まあ遊ぶゲームというかもう完全な放置するものかなっていう感じですね。これも仮面ライダーブラック、RX。どんどんその、もう今最新の仮面ライダーまでかな。もう僕が知らないライダーもどんどん出てきてますし、やり込むっていう感じではないかなとは思ってるんですけど、まあ放置してたまに見るには面白いかなっていうような仮面ライダーがどんどん登場するゲームでした。まあ、ストレスは全くないですけども、まあ、ゲームプレイをしてる感覚もないので、で、細かい情報もね、登場したライダーに関しては全部データから見れるので、その辺はもう本当に好きな人からすれば楽しめるアプリじゃないかなと思います。ちょっとね、情報がすごく少ないんですけども、なんか癒されるよっていうゲームの紹介でした。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。